はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第285回でございます。今週はですね、勝ち負けの一歩先というテーマで喋っていきます。で、ほわほわ浮いているのが、ジャルジャルさんとキヨキヨさんとキットチャンネルさんですね。まあ、ツイッター見た方は、あの話ですね、って完全にネタバレしてるんですけども、まあまあ最後までよかったらね、お付き合いください。でもってね、ちょっとそこに触れる前に今週驚いたこともいろいろあったんですけど、今、スーさんのね、動画投稿してて、まあ主に多分高校3年生の必要な方が見てくれてると思うんですけど、そこで、ケツメイシの桜という曲に関してちょっと触れたんですよ。そしたら、知ってる方が結構いて、知ってますよみたいな。驚いたおっちゃん。そう、俺あの桜が好きでね、ケツメイシが結構好きなんですけど、そうなので、発売日っていうか発売年さっき調べたら2005年って書いてあって、14年前すげえし、さすがケツメイシと思うとともに知ってるんだなっていう驚きの話でした。はい、興味ない方ごめんなさい。はい、ということでね、その、まずほわほわ浮いてるとこからいきます。昨日ですね、YouTube スペースで撮影をしてきまして、それがキヨキヨさん、ゲーム実況のね、キヨキヨさんと、あとキットチャンネルさんですね。と、4人で、まあ、キットチャンネルの、カナタさんとエイトさんの2人なんで、今4人で、コラボ撮影をしてきました。で、その、ま、動画に関しては、各チャンネルで1本ずつ、自分のところでも投稿されるんですけど、7月の頭かなぐらいに、投稿されます。で、いろいろ盛りだくさんでですね、今までやったことないことしてきました。配置8年目にして、もうね、多分、普段の姿からは想像できないような配置見れると思います。ポンコツです。非常にポンコツなんですけど、結構面白い動画になってると思いますので、ぜひね、楽しみにしてもらえたらと思います。で、それが、まずその、キヨキヨさんとキットチャンネルさんの話なんだけど、あと、ジャルジャルさんね、お笑いのジャルジャルさん、YouTube にチャンネル持ってらっしゃって、昨日、リスナーの方から教えてもらったんですけど、あれです。月1回、その YouTube スペースで、まだネタ動画をガッて撮る日があるらしくって、それがたまたま昨日被ってて、で、うちらが撮影してるスタジオの横でね、ジャルジャルさんスタジオで撮影されてたの。で、その入る時間とかも被っててさ、普通にいらっしゃった後藤さんと徳さんが、ああ、本物だと思って。で、すごく話しかけたかったんです。話しかけたかったんですけど、ビビりですね、できませんでした。ただ、お疲れ様です、みたいな。とか、あとなんか、YouTube スペースって飲み物が自由に取れるんですけど、福徳さんが飲み物取ってる時に、ちょっとなんか、ドアがなんか閉めらんなかったらしくって、そこちょうど行ったからさ、俺が、あ、閉めときますよ、みたいな。あ、ありがとうございます、みたいな感じの会話しただけで、僕は満足でした。はい。っていう話。本物めちゃくちゃイケメンだったよ。あ、まあまあ、テレビで見てもイケメンだと思うんだけど、すげえかっこいいっていうのは、すごいムキムキというか筋肉質だった。っていう話です。はい。本編行きましょう。すいません、長々と申し訳ない。じゃあ行きます。で、今週はですね、その勝ち負けの一歩先という話なんですが、まあ、結構同じような話もね、してるところではあるんですけど、自分はですね、非常に負けず嫌いなんです。非常に昔からですね、ものすごい負けず嫌いなんですけど、でも、まあ、特に YouTube を始めてからですね、YouTuber さんって、ものすごい方が多いんです。ものすごい方が多い。雑な言い方をしてますけど、多彩というか才能豊かな方が本当に多いんですね。で、そのなんか自分を卑下してる感じの表現はあまり言葉にしたくないんですけど、でもこれは本当のことだと思ってるので、ちょっとあえて口に出しますが、自分はですね、やっぱり他の YouTuber さん、いろんな方を見てきて、いろんな方とお会いさせてもらって、中で思うのは、やっぱり凡人なんですよ。はい。だからもしかしたらみんなからしたら、いや、授業わかりやすいですとか褒めてくれることはたくさんあるかもしれない。ね。それは嬉しいよ。書いてね、コメント欄ありがとうございます。なんだけど、でも、その、ひいき目なしに、やっぱりすごい方がたくさんいらっしゃるから、ああ、やっぱ、その、なんだろうな、もし自分の、能力を、数字とか、通知表みたいな感じで表すとしたら、ものすごく凡人なんだよね。3みたいな、オール3、ちょっと4があるかな、ぐらいな。そういう感じで、そこをね、すごく気にしちゃうの。だから自分が、その、秀でてるところっていうのがあまりないってすごく思って、昔から思ってたから余計なんだと思うんだけど、で、そうするとさ、自分の存在自体も、なんか、まあ、誰かと比べた時に負けてると、あの人よりも劣っているっていう風に感じてしまうと、それだけで終わってしまうと、落ち込んで終わるんだよね。で、もちろん、YouTube って数字の世界でもあるから、例えば、登録者っていう数字、再生数っていう数字、高評価っていう数字、いろんなものがあるよね。
で、みんなの学生の世界だったら、得点っていう数字、順位っていう数字、ね、あと、まあ、数字じゃないけど、合格不合格、合否っていう、その、はっきりした、まあ、合格と不合格っていう、その、結果として、まあ、ドーンって出てくるわけじゃんか。で、みんなも、今、テストとか、ね、順位とかで見たときに、まあ、得点もそうだね。得点とか順位で見たときに、誰かよりも勝ってる、誰かよりも負けてるっていうのが、ものすごく日常に溢れてると思うの。そういったものがね。で、そこでやっぱ一喜一憂することってあると思うんだよ。どうしても負けたくない人とかもいるかもしんないからさ、あいつに負けたくないけど負けちゃってる時とかって落ち込むかもしれないと。で、その時に自分はそれですごく落ち込んじゃうんだけど、落ち込んで終わってしまったら何にもならないんだよね。それが今回の話。勝ち負けの一歩先。勝ち負けっていう風に思ってしまうのは仕方ないと思うの。俺は多分気にしないようにするのは多分無理なんだよね。あ、わかんない。無理って言っちゃった。でもできるかもしんない。でも無理だと思う。無理というか、気にしない自分になる必要なんてないよねって思ってるから多分無理なんだよね。そう。結果的に。じゃあどうするかって。勝ち負けを気にしてしまう。で、しかも、負けてるとこがやっぱ目がいってしまうから、そこからいろんなことを感じてしまう。でも、そこで落ち込むっていうだけで終わらせなければいい。その一歩先に行けばいいじゃん。っていうのを、すごく大事にしてるの。まあ、ここをほんと数年ずっとなんだけどね。そう思ってて。で、じゃあどう考えるかっていうと、まず一番シンプルなとこで行くんだったら、じゃあ負けてるんだったら努力して頑張るしかないじゃんっていうモチベーションに持っていくのが一番シンプル。みんなだったら得点で負けてしまったら、次勝てるように努力するしかないんだよね。努力をしなければ抜けることはないじゃん。もしかしたらそのみんなのライバル、負けたくないって思う人がめちゃくちゃサボって、もう400点取ってたのに次のテスト200点まで下がってる。だから自分が400点と自分が300点で負けてたんだけど、次回は自分はあんまり努力できなかったと。前回と同じぐらいだったけど、まあ、300点取りました。向こうが勝手に落ちてくれたから結果的に抜けましたっていう風になるかもしれないけど、でもそれって多分みんなが求めてる結果じゃないでしょ。違うじゃんか。だからやっぱりあの子に勝ちたいから努力するしかないよねって、自分が何もしなかったし、何もしない状態で勝てるわけないんだからやるしかないって持っていく。それがまず一個だと思うの。で、自分が、それとももちろんあるんだけど、最近すごく思ってるのがね、その、目が行くところって自分が劣ってるところにやっぱ目が行ってしまう。で、もちろんみんながもしかしたらたった一人もこいつだけには負けたくないってあるんだったら、その子と比べるのがいいと思うんだけど、自分とかさ、もう素晴らしい人がすごい人が周りにいすぎちゃって、あの人と比べると自分はこれができない、あの人と比べるとこれができないって、 A さん B さん C さんっていろんな方と比べて自分の負けてるポイントを探しちゃうんだよね。これすげえ話がさ、飛び飛びになっちゃって申し訳ないんだけど、例えば SNS、Twitter とかもそうだね。まあ、インスタはやったことないけど、インスタも多分そうなのかな。わかんないけど、俺ね、SNS って基本的に地雷原だと思ってるの。地雷がいっぱい埋まってる。オアシスじゃねえぞっていう、いつも思ってる人なの。地雷がいっぱい埋まってる危ないところに、ちょっとオアシスがあるっていうイメージなのね。で、なんでかっていうと、SNS 見てさ、落ち込む子っているんだよね。何で落ち込むかっていうと、周りがリア充というか充実してる感がすごい出てて、いろんな人のツイートとかさ、まあ、インスタの投稿とか見て、多分そう感じるんだよね。それってさっきの自分とすごく似ていて、 A さんが充実してる、 B さんが充実してる。例えば A さんはじゃあ彼氏がいて充実してる、 B さんは成績が良くて充実してる、 C さんはどこどこに遊び行って充実してる。わかんない、いろんな充実があるから。でも A さんも B さんも C さんも同じことじゃないのに充実してるのを感じると、自分だけ何もないっていう風に落ち込むと思うんだよね。そう。で、それがすごく似てるの。さあ、なんださっきの自分の話に戻すとね。で、そうなっちゃうと、基本的にだって1対1で戦ってるんだったらいいけど、いろんな人と比べたらそれは負けてるとこいっぱいあるじゃん。だから見てるさ、視点がおかしいんだよね。負けポイントを探そうと思ってやっちゃってるから、負けばっかり目がいってるっていう。そうじゃねえと。確かに自分は凡人だと思ってる。それはもう心から思ってるんだけど、でも絶対に譲れないところというか、あの人にも勝てるところはあるはずなの。そう、それを信じなきゃいけない、まず。で、それをじゃあ自分だったらどこかっていうと、もうね、雑だよ。雑なとこだと思うんだけど、でも YouTube やってる人間で、その学生のためにっていう気持ちは絶対に負けないっていう、それはね、揺るがないんだよね、そこだけは。
わかんない。そんなさ、なんか数値化できないとこだからさ、突っ込まれたらいくらでも上げ足取られる、俺は。取られちゃうんだけど、でもやっぱそこだけはね、なんか揺るがないというか、負けないってすごくカッコに思ってるとこ。で、みんなにも、そういった風に思ってほしくって、いろんな子供たちと接してきた。塾講師やってきて、接してきたし、まあ、YouTube 始めてからは、実際に会うことってさ、ほとんどオフ会とかしかないから、あんまりできないんだけど、でも、SNS とかさ、そのネット上、メールもらって、そこのやり取りとかで、いろんな人と話をしてきて、まあ、その接点を持たせてもらって、俺ね、その、長所とか、なんかそういうとこがない人なんていないと思ってんだよね。綺麗事じゃなくて。絶対持ってんだって。そう。で、それやっぱり自分で気づくのってすごく難しいんだけど、でも、人から、その、あなたのいいとこってこれですよって言ってもらうのも非常に大事だよ。ヒントになるから。大事なんだけど、でもね、人から言ってもらったのってきっかけに過ぎないんだよね。それを言われたから、わあ、私ってここがあるんだって、そんな心にストンって落ちないって。俺そんなにシンプルに落ちるんだったら、もともと悩んでないと思うもん、その子。だから結局はやっぱ自分で見つける、自分でそうきっちり思うとこまで持っていくには自分の力が必要なんだって。そうだからね、まあ今自分特に中高生の時期って多感な時期って自分の良くないところ、悪いところに目が行きがちなんだよね。長所と短所書き出したら短所ブラーって書くのに長所ゼロみたいな子いっぱいいるんだよ。そうでも本当そんなことないの。だからそんなことないんだってことをまず思っててほしい。いい？で、まぁ、ちょっと話がすごいね、あちこちでずれちゃったんだけど、まぁ、今回伝えたかったのは、まぁ、人と比べたりとかした時に自分がダメだって思っちゃうことたくさんあると思うんだよね。で、それを思っちゃうの悪くないの。思っちゃうことに対してそこをなんかネガティブに感じる必要はないんだけど、その一歩先、そっから違う目線で見ようとする努力だったりとか、さっきの最初だったら頑張ろうっていうね、そのモチベーションに持っていくとか、いろんなところに持っていくことができる。その事実というか思ったこととか事実で起こったことをプラスエネルギーに変えるかどうかは本当に自分次第なんだよね。そう。だからね、そういった視点をちょっと、まあ、自分が今それをすごく努力してるの。うん。ほんとね、ほんと去年あたりからね、大変なんだよ、これ。いろいろあってね、大変なんだけど、今回もさ、もう、あんまちょっと詳しく言えないんだけど、ある仕事があったんだわ。そう、結構大きな仕事をいただいてたんだわ。いただいてたんだけど、ちょっといろいろあって、もうね、なくなったの、その話が。もうめちゃくちゃ悔しかったの、これ。で、きっと、自分じゃなくて、もっと才能豊かな人だったらなくなんなかったんだよ、この話。そう。ですごく悔しかったし、だから自分だからだったん、自分だからなくなったんだろう。事実として、そうなの。もうね、ほんとそうなんだよ。なんだけど、じゃあそれで落ち込むだけじゃしょうがないじゃん。それをエネルギーに変えないとさ、ね。だからと思って、まあ、それを今回、まあ、ちょっとまとまんなかったけどさ、ダラダラ上で喋らせていただきました。ね。はい。という感じです。よし。最近なんかね、ダラダラジオのまとめ方がクソ下手くそになってんだけどね。申し訳ない。はい、ということで、じゃ今週のダラダラジオは、勝ち負けの一歩先というテーマで喋らせていただきました。今週もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。でですね、今週がですね、後半が、Google さん絡みのちょっとイベントに出る関係でですね、家にあまりいないんです。一週間の半分ちょっと家にいないので、そう、ホテル暮らしなんです。そう、なので、動画ね、ちょっと怪しい。できないというか、あんまり、あれ動画上がってねえな、みたいなことがなるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じで、スケジュール上思っておいてください。またね、少し落ち着いたら動画とかやっていきますので、よろしくお願いします。では、今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。